はい、どうも、楽しおしご飯の時間ですよ。今日はね、これです、これです。朝ご飯ですから。こっちはあのかゆ、こっちはあのパン、見ての通り食パン、でバターをこうやって塗ってあります。今からあの美味しい蜂蜜かけます。こっちはインゲン豆、見切り品で買った見切り品で買ったインゲン豆で、こっちがトマトでございます。さあ、いただきます。トマトからいこうか。トマトからね。やっぱいいね、人間は。人間いいね。ちょっとこのパン、そのままちょっと食べてから蜂蜜かけますから。うん、このままでも美味しい。うん、ああ、うん、じゃあ蜂蜜ね。さあ、いきますよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。贅沢です。贅沢にかけてしまいました。さあ、これが美味しいんだ。またこれが美味しいんだよ。こうやって蜂蜜トロトロでね。うん、うん、これ美味しい。これは美味しい。最高だ。最高だ、これ。蜂蜜は、腐らないって言いますから、いいんですけど、ずっと取っててもいいからね。もっとちょっとずつですよ。もっとちょっとずつ。大事に大事に食べて。また問題になるから。大事に大事に食べて。やってもいいんだけど、どうしてもこう、たくさん食べたくなっちゃうね。本当はこれに今日は目玉焼きも行こうかなと思ったんだけども、乗らんかったから、これ以上乗らないなって諦めました。うん、今分かりました。これ刺し直すのが大変っていうか、刺し直すのあれだなっつって、一回反対から食べて、こっちから食べてってやったわけですよ。そしたら最初から刺すのをこうやって端っこの方にしとけば、こうやっていけるんだけど、もうバランスの問題もあるじゃないですか。うん、うん、いいね、夏の野菜。おいしい。ああ、ありがとうございます。ああ、美しい。美しいね。栄養満点の朝ごはんだ。うん、うん、うん。いやあ。ごめんなさい、ちょっと
やっぱ会いますわ。人間豆にお前ら先生会いますわ。この蜂蜜の甘いのと、しょっぱいのっていうか、本当にあるね。これ塩コショウかけてありますから。合うわ。前の先生と蜂蜜とバター、合うわ。下北半島ね、うん、あ、賞味期限書いてる、一応書いてんだ賞味期限。納豆じゃねえや蜂蜜は腐らないっちゅうに僕思ってたんだけど、あ、書いてあるんですね。だからその美味しくいただける、本当に美味しくいただけるなっちゅうことなんだろうな。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。